ダラスはアメリカ海軍のロサンゼルス級原子力潜水艦の13番艦。艦名はテキサス州ダラスにちなんで命名された。その名を持つ艦としては3隻目。ただし、ダラスという名の艦はデモイン90巡洋艦で2回の建造が予定されたが、いずれも完成しなかった。先に完成していたクレムソン旧駆逐艦ダラスは人命にちなみ、 従順に名を譲ることを想定して、フルネームのアレクサンダー・ダラスに改名している。ダラスは、1973年10月31日に、コネチカット州クロトンの、ジェネラルダイナミクス・エレクトリック・ボート社に、建造発注され、1976年10月9日に、寄港した。1979年4月28日に、ウィリアム・ P ・クレメンツ・ジュニア夫人によって、命名。 浸水し、1981年7月18日に、艦長ドナルド・アルフェリアー大佐の指揮下収益する。ダラスは、ロサンゼルス級原子力潜水艦において、下記管制システムとソナーシステムがすべてデジタル制御、された、最初の艦であった。収益後、ダラスは、コネチカット州、ニューロンドンで、第12潜水艦開発センターに配属され、 多くの調査及び研究開発プロジェクトに参加した。1988年9月以来、ダラスはニューロンドンの第二潜水船体に所属する。同船体への配属期間にダラスは最初の近代化オーバーホールが行われ、様々な海外配備を完了した。ダラスはニューハンプシャー州ポーツマスで燃料交換オーバーホールを完了した。オーバーホールの一環として、 ドライデッキシェルターが装着された。シェルターはセール工法に装着され、小型潜水艇の運用が可能となった。ダラスはインド洋での1度の配備、地中海での4度の配備、ペルシャ湾での2度の配備及び北、大西洋での7度の配備を完了した。1981年8月27日、ダラスはバハマのアンドロス島にある、 大西洋潜水試験評価センターに近づく際に座礁し、下部方向蛇を損傷した。数時間後に自傷し、ダラスは修理のためニューロンドンに帰還した。2017年5月、退役した。ダラスは2度の部隊訓高賞、2度の海軍。 主君部大賞及び1986年、1991年、1992年、1993年、1999年に、1000年に、バトル、E 戦闘効率賞を受賞した。また、1993年には全艦隊での最優秀艦としてバッテンベルクカップにノミネートされ、1999年には、エンジニアリング E とメディカル M を受賞した。 ありがとうございます。